みるみる本舗にやってまいりました。石垣島の果物を贅沢に使ったジェラートが人気のお店ということで楽しみです。沖縄ライフではジェラートの取り寄せも行っておりますので、ぜひチェックしてみてください。生産者の思いを聞きに行ってきます。では今回はみるみる本舗の井森さんにお話を伺ってまいりたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、森さん、おすすめの味教えていただけますか？基本的には、牧場も最初にそのジェラートを始めたのはミルクですので、まあ、ミルクが一番のおすすめということになるんですが、他の商品もね、地元の農家さんとのコラボとかいろんなものがありまして、まあ、多分独自性があるようなものだと思います、ね。はい、ミルクとではドラゴンフルーツがおすすめということをお聞きしたので、はい、はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。すごい可愛い色ですね。はい、はい、早速食べてみます。いただきます。はい、わー、これも色がとっても綺麗ですね。はい、はい、プチプチとした種ですね。種。もともとサボテンですのでね、まあ、食感ちょっと違うと思うんですけど、プチプチはドラゴンフルーツのキウイみたいな種ですよね。すごいさっぱりしてる果物ですね。そうですね、まあ、もともとサボテンですので。ただこれは色がね、ものすごく濃いでしょう。皆さんこれ相当着色料入れてるんじゃないのって言うんだけど、これがもうそのままの色なんです。これがもう本当の果物そのままのオイル。そのままの色。じゃあすごく体にも優しいですね。美味しいです。井森さん、はい、すごく綺麗な景色ですね。はい、はい、ここはですね、はい、やっぱりお客さんいらっしゃる時も、この景色を見ながらジェラートを食べるということで、はい、皆さん景色を堪能してから、味もね、倍も美味しくなると皆さん言いますので、ぜひ、石垣にいらっしゃる際はこの景色もぜひ見てほしいと思ってます。はい、景色と一緒に見ながら食べるっていうとまたすごくいいですね。そうですね、もう、はい、味を倍増すると皆さん言ってますので、はい、ぜひ石垣にいらっしゃって、ぜひその景色も、見てほしいなと思いますので、はい。お取り寄せでは何種類ぐらいのジェラートが入っているんですか？はい、12種類入ってまして、まあ、種類としては、全体の種類としては20数種類あるんですけど、季節のものとか組み合わせて、やっていきたいと思いますので、まあ、定番はある程度決まっておりますので、それでお送りしたいと考えております。石垣の店頭で食べる場合にはハーフ&ハーフで2種類味わえることになってるんですが、お取り寄せの場合は1種類のカップ詰めということになって、12種類ということでお送りするということになりますので、その季節に応じてのものと定番のやつとあるんですけど、なるべく定番の皆さんがたくさんニーズのあるやつからお送りしたいと思ってますので、そこのところはよろしくお願いします。では最後に井森さんからお話お願いします。はい、はい、まあ、去年今年とちょっとコロナの影響で皆さん大変だとは思いますが、まあ、石垣も大変でしたので、ぜひコロナが終結した場合には、ぜひ石垣にもいらっしゃって、石垣のジェラートを地元で味わってほしいなと思いますので、皆さんぜひ石垣島にもいらっしゃってください。よろしくお願いします。